カマンベールチーズマリーアレルは、カマンベールチーズを発明した女性として伝わるのを夫。1761年4月28日に、オルヌケンビムティエ近郊のクルットで生まれる。カマンベールチーズを発明したのは1791年頃であり、フランス革命中に、ある非戦製造をかくまう代わりに、その人物から助言を受け、製法を発展させたとされる。また俗説では、 ナポレオン・ボナパルトがカマンベールを訪れた際、彼女より振る舞われたチーズの美味に感嘆し、カマンベールチーズと名付けたとも伝わる。一方、研究者の調査が進んだ現在では、発明したのではないとされている。1702年には、ビム系の市場で、リバロとカマンベールがすでに売られていたことや、マリー・アレル本人が、カマンベール村出身ではなく、近くのロアビル村の農夫であったこと、 そして、ナポレオンは、ナポレオン3世で、パリーコールグランドル線の鉄道開通式に、列席して、その時の食事で、カマンベールを所簿され、チュイルリー宮殿に献上したのが彼女の夫、ペーネルだったことにより、一家は、カマンベールチーズの知名度を上げた貢献者と見られている。カマンベールチーズで距離を得た、あるアメリカ人の資金を得て、ビムティエ2928年4月11日に、 初代のマリー・アレル像の除幕式が行われた。その後、1944年のノルマンディー上陸作戦で像の一部は破壊されるも、二代目のマリー・アレル像が、ナポレオン・ボナパルトの時代と辻妻が合うように20歳、若い姿で混流された。マリー・アレルの像21世紀研究会編、諸区の世界地図文芸春秋、P223AB2 沼京に、 チーズの話新朝鮮書 P13 から14、ISBN4 から10から60万238から8ウィキメディアコモンズには、マリーアレルに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。